なんか毎年言うてる気がすんねんけど、はあ、この季節になると夏休みの宿題のことを思い出すよね。そうね。でもケンタ、うん、不登校で学校行ってなかったから関係ないんじゃん。いやいやいや、小学校2年生までは行ってたから。そうか、短い。そう、まあまあそうやねんけどね、うん、ピーチはさ、はいはい、こういう宿題とか、うんうん、早めにきっちり終わらせるタイプや。ああ、もうそうですね、うん、もう始まって7月中に宿題終わらすみたいな、うん、やばいな。で8月は遊ぶみたいな。まあ、そういうことがね、うん、もうできればいいの分かってる、そんなものはね。誰だってそう、うん、だけど僕も何でもギリギリになってしまうんですよね。あ、まあね、明日やろうっていうのはね、バカ野郎ですよね。あ、まあ、言い方、うん、ほんまに結局やらなあかんねんから、うん、先やっといた方が楽やん。分かってんねん、それほんま、うん、でケンタラジオのネタ送ってくんのもさ、ギリギリ、まあ、それはごめんやけど、ほんまに、うん、いつまで経っても痩せへんし、うんうんうん、もうフットサルの時もフィジカルでしか勝負できるんだな、うん、めっちゃ怒られるやん、うん、最後の方関係ないし。そうや、そうか、うん、けどさ、うん、こうなんか不登校の子ってね、まあ、僕も不登校やったからいろいろそういうこととか調べたりすんねんけど、はいはい、学校行けへんくなったタイミングが夏休み明けっていうパターンが多いね。へー、それってやっぱり夏休みの宿題ができてないから行きにくいとか、まあ、そういうのも関係ないわけじゃないんちゃうかなと思ってるんですよね。じゃあケンタも不登校になったきっかけはやっぱり夏休みの宿題、うん、いや全然関係ないんですね、これね。え、関係ない、うん、学校行けなくなったら苦手。全然関係ない、関係ないですね、うんうん、まあ、もちろんね、明日までに期日までね、うん、きっちりタスクを終わらせるってすっごい大事やと思うし、うんうん、まあ、でもそれがね、子供の頃ね、うん、プレッシャーになりすぎたらあかんとも思うわけよ。まあ、期日の大事さって大人になれば嫌でも感じるやん、仕事とかしてたら、うん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 、だから子どもの頃は夏休みとかもね、思いっきり遊んでいっぱい思い出作ることの方が大事なんちゃうかなとも思ったりする。なるほどね。まあね、子どもの頃楽しかった思い出って大人になってもね、やっぱ覚えてるしな、うん、そうですよね、うん、だからバイブルにもね、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなっていう言葉があるんやけど、うん、やっぱり楽しい、嬉しい出来事を思い返すことで自分がどれだけ幸せかってことに気づけると思うね。なるほど。で、この話のネタ考えたのはいつなの？まあ、今日収録の5日前ですね、うん、結構後回しやね、ギリギリやね。でも期日は守ったから。